こんにちは、東北ずんこです。役もゆかりよ。投稿者の日本最長距離ステークスです。今回もウイニングポスト2021をやっていくわ。来宅ヘリオスのオーストラリア遠征です。もう苦しそうね。3番手。3着。ここ帝王が連投してる。在宅ヘリオスのオーストラリア遠征2戦目です。これはいけそう。これは圧勝ね。はい、ゴール。第1ルビーの高松の宮記念です。知らない馬しかいない。勝ったな。もう戦闘ね。圧勝、圧勝、大楽勝。旧新モーデンの桜花賞です。中段。これは届かない。7着。はい、無理。これは勝てない。高い城の男の皐月賞です。いけそうね。帝王強い。2着。クラブイベントよ。須田ホークにします。旧新ノーデンの NHK マイルよ。ろくなやつがいない。勝ったな。かわされた。5着。またクラブイベントよ。ソダシが好きそうな人の名声を上回りました。2頭の帝王にボコられそうなダービーです。もうダメだ。どんどん突き放していくわ。強い。世界のヘリオスがいないぞ。ヘリオスとルビーの安田記念よ。ヘリオス戦闘。ルビー持った。どっちでも勝ちです。写真判定よ。ヘリオスです。ヘリオスの欧州初戦です。戦闘。もう勝てそうね。楽勝ですね。第1ルビーのアメリカ初戦です。勝ったな。勝ちん。2着を。ヘリオスのサセックスステークスです。ミサイルかな。8馬身差の圧勝ね。第1ルビーのアメリカ2戦目。2番人気。1番。これはダメだ。5着。第1ルビーのカナダの G1。さすがにカナダなら勝てるだろう、先生。勝ったわね。1着。心肺機能強化を使ってみます。なお、これで無駄に疲労がたまる模様。200しか吹いてない。旧新ノーデンの秋華賞。2番手。これはなんか知らんやつだって。3着。高
分最近は全部一番人気よ。一応名手5番大宅ヘリオスの世界最強決定戦です。4番人気暇な時間を使って米返しドバイミレニアム買うくらいかな。そもそも虹お守りをもう一度手に入れられるのだろうか。うわでもダート適正オンリーじゃないから震え声。それじゃあ名古屋グランプリしか出れないわ。目白パーマー走りしてるから能力主にスピードが足りてないね。能力上位だと成田ブライアン走りになる。どちらかというとキングヘイローみたい。大宅ヘリオス×第1ルビーでファーストサピー配合する脳級では廃止になってるよ。購入時はそんなこと頭から消えていた。バンブーメモリーも強いからな。そうだね。さあ残りもいい感じになってきました。見切れ。おお。粘れ。世界最強決定戦制覇。ピンクだでも意外といけるんですね。二頭の菊花賞先頭これはラッツンでそう。ラッタンサーガツが勝利。ただスピードは D だったはず。イベントよ。ここメタ発言ありがとう。第1ルビーのマイルチャンピオンシップよ。思ったより伸びが危なっかしい勝利。ラスタンサーが2のジャパンカップ。マックイーンに勝てるわけないだろ。まあこの相手じゃ。またクラブイベントよ。名前は一応自分でつけます。勝負服は適当。第1ルビーの本校スプリントです。うちにいるわ。伸びない。三着まで。ヘリオスの香港マイルよ。これは勝ちパターン。勝ったな。楽勝ね。新興ラブリー他の阪神ジュベナイルフィリーズ西のフラワー。うん、ちぎられた。西のフラワー強い。勝てるわけないだろ。メンスがしょぼすぎる。またクラブイベント。どう見ても無理ゲーの有馬記念です。大輪作仕事しろ。ミチャット検討。カルテットフォローって誰。ごめ返し。日本開催か。ロジータはヤバいよ。ロジータと北斗ベガは米三冠狙える能力がある。そんな強かったのか。北斗ベガは自己所有なのでどうなるか。清日高定期未だに更新されないわね。更新されたらそれはそれで複雑。相手はロジータだぞ。米国三冠いけるレベルだからな。完全に相手を舐め切ってたな。ゆっくり霊夢は鍋底です。クソみたいなスピード。ゴミみたいな距離適正。うせやろ。2歳馬登録よ。確かホテルマリオは一等星馬よ。育ち好きそうな人がクラブに入会。
またイベント。誰が達成したの？マックイーンのおかげよ。普段の格好とあんま変わんない。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらニコニコならフォロー、ヨウツベならチャンネル登録お願いします。